社長でしょ、あなた。ねえ、どうするの？あ、やっちゃった。やっちゃった。どこ行くの？出られないよ。あ、ちょっとなんか動いてる。何？あ、これ自分たちの一部？あ、水？これで？これであの何をするの？棒高跳び？ん？これでこれを割る？いけ。あ、上にスイッチがある。このスイッチをこの棒で押すのか。そう、オッケー。あ、やばい、犬が来てる。食べられちゃうよ。ここ踏んでるとどうなるの？でも犬もビビって攻撃してこないよ。上に行きたいんだけど、あのスイッチ押してないといけないね。何かで。さっきの棒は？これだね。なんか、うわ、ちょっと噛まれてるかもしれない。あ、タイミングが。よいしょ。一番下まで下げてからだ。あとちょっとで出られるよ。あとちょっと。え？あ！おお、すごい。丈夫だ。ここ開けて。こっち行けないな。こっちも行けないな。あ！多分その人が逃げたら。扉開くんじゃない？あ、開けてくれた。開けてくれた。罠だな、罠。罠じゃないのそれ。ちょっと待って、罠な気がする。あれ違う。でもここしか行くとこないよね。入れないよこんなとこ。入っていってる？あ、入れた。あ、なんだここ。あ、よくわかんないけどこれまた使えそうだな。どこ行けばいいの？あ、上に。投げちゃダメだよ。あ、なんだろう、スイッチかな。これ持って。よくわかんないけどもう一回当てたら何か起こりそう。 OK。水だ。なんかここ来たことあるような。
え、嘘でしょ。嘘でしょ。ここに行きたかったの。死にたいの。熱いよ。あ、少年は？やっぱ入れないよ。いや、でもどうやっても入れないんだよね。なんか私の早とじりだったかもしれないこの人たちは死にたいんじゃない。これだよ、絶対これを入れるんだ。よいしょ、持てる？そう、爆発するんじゃない？この施設を壊したいんじゃないの？あ、なに、まだ持ってんじゃん。あ、なになに、熱い？熱いよね。これをね、多分引火させるんだよ。あ消されちゃうんだよね。投げられる？なるほど。これもしかしたら投げて自分でキャッチするっていうかなり高等なテクニックが必要なのかもしれない。よいしょ。あ、めっちゃ難しいんやけど。ゆっくり行こう、ゆっくり。熱いよね、熱いよね。私この腕の人になりたくないもん。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。でキャッチして。おーい誰だよ今転がったやつ。こうね。なるほど、わかったわかった。ウエスティック入れっぱなしね。オッケーオッケー、ウエスティック入れっぱなし。おっと、危ない危ない危ない。よいしょ、キャッチ。オッケー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 。で、ここで失敗したら悲しいよ。よいしょ、 OK 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 OK。 これをどこに着火するの？どこに着火するのこれ。あ、ここなんか、よいしょ、爆発するんじゃないこれで。この施設OK。 どこ行けばいい？こっちから来たんだっけ。違う、上から落ちてきたんだ。あ、開けて、下ろしてあげて。なんか指示出してる。あんなん届かないよね。またなんか必要だな。あ、これだ。あれれれ、捕まえて。これでどうするんだろうな、そこ。これに乗るのかな。絶対重量オーバーだよね。いけるか？ OK、 いけた。あ、落ちちゃった。
なるほど、それでブランブランジャンプだ。オッケー、捕まった。オッケーオッケー、これでブランブランジャンプだ。ちょっと下の人めっちゃ痛そうめっちゃ擦れて痛そう。ちょっと、あっ壊れた。オッケー、でそっから、あ、下まで壊れたか。あ、なるほど、トロッコの台がいるね。これで出る。さあ、またこれか。これは投げるしかないよね、上に。よいしょ。あ、ダメだ、スイッチ入れないと。スイッチ入れてくんない？それ、そうそう、なんで手伝ってくれるんだろうこの人たち。よいしょ、 OK、 ありがとう。なぜか協力的なんだよね。あれ、閉まっちゃってる。すぐ行かないとダメだったすぐ行かないとダメだった、ごめん、もう一回お願い。よいしょ、いけ、 OK。なんだこれ、これ絶対何か使うよね。届かない。あっ、騙されちゃった。嘘でしょ、騙されちゃった。また捕まっちゃった。あっ、動ける。ん、あ、引っ張れた。あ、まだいけそう。頑張れ頑張れ、オッケー。よいしょ、いけ。あ、取れそう、ここ。あ、いける。よし、あ、魚だ。あの髪の毛マンいるのかな。だから今なら怖くない絶対私の方が強いから。あ、出れた。出れた。結局この施設は破壊できなかったか。まだ脱出したこと見つかってないよね。お、いけいけ、体当たりしたらいけそうやけど、なんかそれもろそうじゃない。落ちた。あ、外だ。丸くなって丸くなって、大丈夫？動かない。おーい。光ってる。
終わりっぽい。うん、息してるんだよ。わかんない、ここに施設の人たちが来てやっつけられちゃうのか、このままね岩みたいになるのかわからないけど、多分こう現代社会の現代医学倫理問題への風刺的なゲームだったんじゃないのかなと思いますね。まあ、人によってそれぞれ解釈はあると思うんで、ぜひね、あのコメント欄とかにねご自身の解釈とか書いていただければ、あの楽しんで読みます。はい、ということで、まあ、シリーズものになりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。